フェリックス・ベイモは、スウェーデン・ストックホルム出身のサッカー選手。マルメ FF 所属。ポジションはディフェンダー。ベイモは7歳の時に地元クラブのエングビー・イフから、イフ・ブロンマポイキャナへ移る。2013、2014に TB4 で放送された、ファットボファブリカンという全8部の、ドキュメンタリーテレビシリーズに、ブロンマポイキャナ U-15 チームの一人として、取り上げられたことがある。 2015年4月3日、17歳と62日で、スーペレッタンデビューし、エステシュンドに0から1で敗れた。2015年12月、クラブとの契約を3年間延長した。2017年3月30日、アルスベンスカンのユールゴーデンスイフと4年契約を結んだ。マルメとの激しい争奪があったが、彼はユールゴーデンを選んだ。2018年5月10日、 ユールゴーデンがマルメオ3から0で下したスベンスカペン決勝に出場し自身初のタイトルを獲得した。2018年6月に2018から19シーズンに向けてブンデスリーガのベルダーブレーメントの長期契約に同意した。報じられた約300万ユーロの遺跡金はアルスベンスカンから移籍したスウェーデン人ディフェンダーの中で最も高額となった。 2020年8月12日、完全遺跡で、マルメ FF に再加入したことが発表された。U-17 と U-19 のスウェーデン代表を経験している。ありがとうございます。